旧軍王宮喧嘩野教の人。通称は、歴世。子は、歴、孫は、歴没。弟は、歴将、老いは、歴より。身長は八尺ほどあり、読書を好んだが、貧乏で家業を持たなかった。後に、村の門番となるが、周囲からは、強制と呼ばれ相手にされなかった。陳将、高領らの挙兵以来、六十歳前後ながら使えるべき。 人物を探していたが、いずれも意にしまず、身を隠した。その後、劉邦が陳竜を攻撃した際、レキ・イは劉邦を気に入り、つてを頼って面会できるようにした。そのつての人は、劉邦が大の樹者嫌いで樹者がいたらその冠を取って、その中に小便をするような人物であるので、止めた方が良いと説いたが、レキ・イは意に返さず、とにかく劉邦に面会させてくれと説いた。 捨ての人の言う通り、劉鳳は、はじめ召使いの女性に足を洗わせながら、歴きに面会するという無礼な態度に出た。これを、歴きは、年長のものに、そのような態度を取るべきではないと一括し、劉鳳も慌てて、女性を下がらせて、姿勢を正し、謝罪した。ようやく話のできる状態になった後、歴きは劉鳳に対して、 神竜の率いる神軍の投稿を解いて成功させ、荒野君に封じられた。またこの時、弟の歴史を推挙している。以降は、同じ節客の陸家と共に諸行を説得するなど、東本清掃して、その折衝に当たった。紀元前206年、正義王義表が離反すると、劉邦から、おい、おしゃべりを、正義王を説得できたら、一万個の領主に封じてやる。 と命じられて、議票の説得に赴くが、失敗に終わった。皇羽と退治するにあたり歴きは、劉邦に策を堅持、六国の子孫を諸侯に封じれば、皆喜んで陛下の進化になるでしょうと説いた。劉邦も当初、これを受けたが、長領から、皇羽との苦しい戦いの最中にある今の陛下は、諸侯を封じても統制できる状況ではありません。今、 恩賞を期待して功績を上げんと陛下に従っている六国の維新たちも故郷に帰ってそれぞれの主君に従うようになってしまいます。これでどうして幸運に勝って天下を取りになるのですかと進言され、歴域の策を却下した。関心の再攻略が進んでいる時に歴域は進言して生徒の和平交渉に臨み、その弁舌でもって 生の七十四条を一旦基準せしめることに成功する。しかし、歴域に功績を独り占めにされることを恐れた、関心とその副心の通りは独断で生を攻撃し、和平を保護にされて怒った、聖王殿広氏により、歴域はに殺された。その際に、歴域は、聖王より、お前が官軍を止められれば、命は助けてやると言われたが、 大きなことをなすものは細かいことにこだわらないという。私は、お前のために前言を変えたりしないと方言し、そのままに殺された。劉邦は、前漢王朝を受立すると、一旦姓を基準せしめた、亡き歴域を称して、その子の歴は、将として、軍勢を率いて戦うも、父ほど先行を残せなかったが、劉邦は、暴風の功績に免じて、彼を、 高橋港に封じた。後に、武水港に転覆させている。紀元前122年に、歴の孫、歴代らの子が、皇族の皇三皇隆子氏から直命と偽って、百金の金額を騙し取った罪で処刑され、さらし首にされる予定だったが、病死した。そのため子を継いだ歴代らの子は借位を没収された。剪定の第二、歴一期の矢者子の歴史が、 元の爵位を賜った。五冠の時代になると、歴域の子孫と称した、ハ囲用の人である歴縁、字は文勝が、霊帝の時代に存在した。彼は、弁絶爽やかで、文字と死に巧みで、親孝行で恩律に長じていた。朝廷は彼を、衆軍の管理として昇平したが、歴縁はこれに応じなかった。その後、歴縁は、 精神的な病にかかり若くして認知症になった、挙句に母が死去した。認知症になった歴縁の妻はウイザンであったが、夫の病気に驚いてそのまま亡くなると、妻の実家は女性の歴縁を訴訟したため、175年に、衆軍は歴縁を逮捕して投獄した。病にかかった、彼はまともに返答ができないまま、過酷な拷問に耐えきれずに、 ついに獄死した。去年28。歴縁の死であった露食は、彼の死を惜しみ、これを称える特攻の死を歌った。ありがとうございます。